ついてるのだい。どんな症状が欲しいここが座って、はい、どっちの肩なんですけど肩、どっちの肩左肩どうなの首も痛いです肩こいですか この子の足の幅すごい広がってるここの幅がねここにねこうピサッと心配してたねわかるぞかってほぼ1センチぐらい1センチ近く広がってるということはねここにねあどうぞここに人体が入ってその人体がこの幅を広げないようにしたキュッとこう止めるようにしたでも、まあ、こうやって人体を落としましょうこんな感じで人体を痛くてねそしたらこの人体っていうのは、まあ、硬いのゴムみたいなことだけどもっと硬い針金みたいな硬いんだけど体重はね歩くときに片足に体重がかかるんですよほなこれ指の付け根ここにかかるかかったらこうやって上がるでしょそしたらこの付け根はぐわっと力で押し広げられるそれで広がっていくんです。これなんでそんなことなのかって言ったら、本当はここに全体重をかけたらあかんの。これね、この指も分散じゃない。ということは指が地面で押したら指、こうなって地面で押さえれば、足は地面しっかり押さえてる。でもこの押さえてないから。何をそんなのもう。右は特に押さえてない。この右の足と、あ、全然違うけど。触ったかも。全然違う。吸ってるんですよね。そうや、吸ってるやろ。あかん、吸ったら。はい、今よくなる。
もうちょっと早く歩いて、もうちょっと早く歩いて、はい、真正面向いて、もっと早く歩いて、はい、ちょっとずつ真正面でいいかな、かかとは悪いから、はい、もうちょっと早く歩いて、もうめちゃくちゃ遅いの、歩くの遅いの、な、歩くの遅いのもおかしい、歩き方もおかしいから、はい、もっと早く歩いて、そう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 、うちまでやめちゃくちゃ変われる、もううちまでやから親指にすぐ力から、はい、もっと歩いて、首をちょっと突き出せよ、はい、かわれて、はい、そこじゃない、こう、そう、まっすぐ、はい、それでいって、ちょっと今姿勢を下ろして、はい、下見たらダメよ、はい、もっと、はい、もっと歩いて、真正面向いて、はい、もうちょっと早く歩いて、そうそうそう、うちまだ、うん、まだ15時ない、ね、ロボットみたいにこうやって歩いてるよ、ね、膝上げないから、膝上げない、膝上げて歩いて、こうやって膝上げて、そう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 、そうそうそう、はい、そう、膝上げて、膝上げて、膝上げて、膝、そう、もっと早く歩いて、もうちょっと早く歩いて、はい、膝上げて、もうちょっと早く、はい、ちょっと変わってきた、はい、そう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 、そうすると、いつも歩けないですね、そういうのは、外股なんてでしょ、ピッペルパーでしょ、はい、上げて、内股なんてあげへんでしょ、ほら、今ちょっとね、ピッペルパーでしょ、だからそれを変えたら、はい、ストップ。